はい、チープロジェクトへようこそ、ちーさんです。ニーアオートマトは続きやっていきましょう。前回に引き続き、なんか道具屋さんにおもちゃを買ってこいみたいな言われたんで買ってきました。買いに来ました。子供の遊具、あー今品切れしているんですよ。材料さえあれば作れるんですけどね。材料はここに書いてるんですけどね。この材料を持ってきていただけたら子供たちを幸せにできるんですけどね。この村の住人はみんな押しつけがましいのか。いえいえ、そんな滅相もない。どうせ断ってもしつこく言ってくるんだろう。集めてくるよ。ありがとうございます。遊具に必要な材料は遊園地で集められるはずです。は？クソ遠いな。よろしくお願いします。ここから行けるけど、全く先が思いやられる。どっちだっけ。なんかあのさ、ここで見てたさ、 2B の時に見てた衛星の打ち上げ、あれって何なんだろう。あ、こいつやってんだ。こいつ投資するとね、物をいっぱい売ってくれるようになるんだよね。確か、私今いくら持ってんだろう。8万持ってるのか。じゃあ2万あげる。2日後、2日待ったの？銅鉱ね、錆びた塊ね、壊れた回路ね、いろいろくれるな。もう2万ぐらいあげるか。屋上の匂い袋、うん、あと2万ぐらいあげるわ。めっちゃ投資させられるな。もうこれで最後やぞお前。チャーチアタック3、隕石のかけら。え、10万持ってない。ちょっとお金貯めてこよ。あぶね、なんか落ちていいとこか分かんなかった今。あれ、こんなとこあったんだ。ちょっとまたお金貯めてきます。へい、とうとう来た。この天才がついに一世一代の発明に取り掛かる時が来たのだ。よし、やるよ、やりますよ。私は1週間後。今回すごいかかったね。はい、失敗したのかい。月に向かうロケット発射台として建造したのです。はあ、月には到達しませんでした。火星に到達した。月に到達してないするつもりだったんだ。何これ、気持ち悪い。隕石のかけらがいるっていうか、カエルになるんだ。いらないな、今んとこいらんな。いらんもん立てるなよお前。ただでさえ塔立ってんのによ。まあまあ面白かったからよしとするか。うわ、滑り台できてる。本当だ。え、これ A2 も滑れるの。楽しそう。あ、お姉ちゃんだ、お姉ちゃんだ。お遊具を作ってくれてありがとう、ありがとう。あ、
ねえねえお姉ちゃん、なんだ、もうお願いは叶えてやっただろ。ううん、これ僕たちからのお礼。あ、お礼もらった。いい子や。どうしたどうしたどうした。うわ、パスカル。あ、驚かせてしまってすみません。子供たちのために遊具を作ってくれたそうでありがとうございます。あまり無理しないでくださいね。それだけ言いに来たの。ありがとうパスカル、いい子だ。平和的な機械生命体か。あのさ、そこにさ、推測パスカルたちと友好関係を結ぶ。やべえ、間違って三角押しちゃった。資材入手が可能、推奨パスカル村の調査。子供殺しちゃった。やばいことした。あ、滑れる。やばいやばいことした。なかったことになるかな。完全にやったけど今。あ、寝て起きたらまた胴体が減ってたんだ。あいつは拾って増やしたそうだし。違うな、これ絶対寝てる間にお前のやつ奪われてるな。なんか村の配置変わってるな。やばい、やってしまった。ちょっと待って、ちょっとすごいコワゴワしてるけど、ヒヤヒヤしてるけど大丈夫かな。パスカルの方がサブストーリーなのかこれ。ああ、いえ、私にとってやばい、宝壊した。私不毛な争いには負けず、やめて、心が痛い。記憶喪失か、記憶失え喪失。あの子は修理すればいいじゃないか。はいはいはい。へえ、行こう行こう。何がいるの。今日わかる。工場廃墟ならお金がいっぱいもらありそうだな。よっ、あ、遊園地廃墟も行きたかったな。持ってきたよ。おうおう、なんかいろいろくれたな。修理せずとも新しい体にコアを移せばいい話なんです。ほえー、あ、記憶なくなるんだ。記憶媒体は違うとこにあるんだね。なるほど、更新されました。まだなんかあるな、これちょっと真珠買いに行っていいかしら。多分帰ってきたらなんか変わってるかも。寝台から、はい、なんかいろいろしてきました。ポットシステムの A、 いつも使ってるミサイルじゃないわ、散弾銃、マシンガン、マシンガンのやつを、1個レベル上げてきて、で武器がレベル3超えたやつもレベル4に上げてきたかな。なんでちょっと武器のウェポンストーリー見ましょうか。これじゃないな、これかな。三式戦術槍、飾り気のない槍は機械のように正確に球種を貫いては鋭い刃で相手の骨を削り取る。その際に鳴るゴリゴリとした音とありえないほどの苦痛の悲鳴を傭兵の女はとても好んでいた。今日も今日とて市場の音楽を聴くために女は戦場を駆け巡る。あの巨漢は脂肪がブルブルとなりそうだ。ああ、あの細身は程よい骨の音を鳴らすだろう。さて誰から貫こう。いくつもの戦場を渡り歩いて、いくつもの体を貫いて、理想とする叫びと骨の音を求めた女はいつしか疲れ果てていた。ちょうどいい塩梅に柔らかい肉と骨はないものか。ふと横を見るとちょうど良い肉の塊が転がっていた。
切り刻むと心地よい悲鳴を上げて女を満足させる。充実した笑顔で空を見上げた。それが我が子であることはもう思い出せなかった。おい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 、我が子やったか。これもだな。何これ、40式見学システム、ヨルハユニットデータアップローディング、チェックアウト HC。 HC ってなんだろう。クローズ101。なんて読むのこれ、何っ子は。ちょっと待ってね、これ写して翻訳的なやつちょっと写すわ。システムヨルハユニットデータのアップロードでチェックアウトで 1.0 を閉じます。コアの重複、ヨルハ部隊を探す。データを更新中、すべてのデータを確認する。会話ログを削除する。ユニットデータの削除、システムデータの削除終了。はあ、なんかこれ使ってた人のやつが全部データを削除されてるってことなのかな。これ誰が使ってたやつだっけ、わかんないや、ちょっと覚えてないかな。ぐらいかな。白の契約は前もしたもんね。で、使い、あ、これもだな。撤回か。長きにわたる打面により、ドンラ？ナマラ？溶かした刀身は、その名の通りただの鉄の塊だ。血に彩られし過去はすべて赤錆、ザリザリと音を立てて剥がれていく。不快な重みにしか与えないこの塊を誰が振るおうか。切るのではなく肉を叩き潰すだけのその塊を誰が好もうか。狂うほどに狂気に駆り立てるその武器を誰が愛そうか。眠り続ける平穏に安堵する。戦わなければ血でこの身が尖れることもない。このまま崩れて滅びることもできよう。だが力を求める愚か者たちはその安らぎを許しはしなかった。剥がれ落ちる赤錆は鉄の涙。血と肉と油にまみれる姿こそが呪いの証。ならば筋を切り割こう、肉をすりつぶそう、骨を砕こう。それが我が身の食材であるのなら。わお、ちょっとゾクッとするやん。暗いか。これは前読んだんだな。暗いっすかね。はい、装備セットちょっと見るか。何が増えたかみんな忘れてたな。機械の割引証、割引書。へえ、そうなんだ。じゃあちょっとこれこっち割引してもらおう。機械生命体ショップの値段が割引される。めっちゃこれつけとけばよかった。どれが一番強くなったの。撤回が一番強くなったんじゃないの。1300でしょ。撤回が一番強くなった。敵から攻撃を受けてもひるみにくい。いいじゃん。でこっちは槍がいいんだよね。950。うお、1000超えるのが出てきた。やっぱヨルハに行き着くんだな最後は。ヨルハの装備、うん、これ一緒だよ。あ、スタンとかがつくのか。
それで変わるってこと？どれ見たらいいんだ？まあ、210円持ってるだけでいいのかな。あ、持ってるだけで良さそう。危ないな。あ、でも上の子増えてる、増えてるっていうか、なんか、なんて言ったらいいの、いるから大丈夫そう。あれ、ポスカル終わったな。あ、バンカーが爆発したの知ってる。あれ終わった。終わったか。どれだっけ、これか。まあいいか、はい、あー失礼。僕は本当にパスカルさんを尊敬してるんだよね。はぐれ者のためにこんな村を作ってくれて感謝しても足りないよね。あー、恩人のパスカルさんにお礼がしたいな。お礼がしたいんだよね。ちら行こうか。何か言いたそうだな。そうなんですよね、パスカルさんへのお礼をプレゼントしたい気持ちが存在するんですよ。パスカルさんが好きな哲学書がレジスタンスキャンプにあるらしいんですけどね。知らないよそんなこと。取ってきてあるよ。 OK。 アネモネって人が溜め込んでいるらしいから奪ってきて。そんな物騒なことするか。自由だなあいつ。本当に自由だな。さっきレジスタンスキャンプ行ったのに、受注してから行けばよかった。もしかして 64B で 64B が使ってた可能性あるな。A2 最初からこんな格好やったんや。 64B かな、さっきのウェポン使ってたやつ。あー、ぽいな。 64B だ多分。デリートどうのこうのはそんな気がする。パスカルが哲学書を欲しがってる。これ、アネモネと話すと歌が出るんだな。読み終わったやつがある。ありがとう。この金婚パスカルに渡してくれないか。金婚なら持ってたような気がする。パンセってなんだ。しかし、機械生命体が哲学書か。私たちは敵である奴らのことを何も分かってないのかもしれないな。そうだな。おい、勝手にフェードアウトしたぞ。
なになに、ポットか。あ、隠し渡したんだね。余計物ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。ああ、ニーチェの本読んでんだ。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが。そういうもんだよね。さて、本だけではなく私もこの世界を見て変わらないといけませんね。おいおい、私パスカルになっちゃったよ、ついに。パスカルおじちゃんなの。おやおや、ずいぶん言葉が上手になりましたね。パスカル女の子と思ってた、ずっと。持っていないじゃないですか。今日は植物の図鑑を読んで覚えるって約束でしたよね。個人的にはこういう、パスカルおじちゃんは嘘をつきませんからね。機械生命体の声好きなんだよね。悪い機械生命体になっちゃいますよ。キャーキャー。え、何でしょうか。何何何何、今夜派で関係ないやん。これ何、これ大丈夫。 A2 の方で何かあったのでは。よし、あとはこれをパスカルのところに持っていけばいいんだな。パスカル一瞬だったの。え、あれ聞こえますか。ああ、びっくりした、パスカルが。ああ、ちょうどよかった。頼まれていた素材が今大変なんです、村人たちが。え、おい、パスカル、どうした。一体何が。推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨パスカルの村の状態調査。言われなくても。これいける。ああ、え、手端末いけてない。走ろ走ろ。なに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 、パスカルのところずっとなんか大変じゃない。ちょ、ごめん、乗っけてくんない、乗っけてくんない、いける、ありがとう。お、ジャンプできる、すごい。ジャンプできるけどちょっといける自信がない。あ、こいつ倒しときたい。いた、避けようと思って避けれんかった。なんかあんま強くなった感じはしないな。残念。こいつをね、落とすやつが欲しいんだよ。歪んだ金属板ってのが。やってる場合じゃなかった。牧場の匂い袋ってもしかしてあれかな、寄ってくる感じか。パンセはしそう。あー、すごい、動物が夏に近づいてくる。いいもんもらった。パスカル、
燃えてない？ちょっと待って、ちょうどいいからこの辺で終わるわ今回動画。動揺しちゃってる。はい、ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。